マジかよ、ココちゃんが見たこともないような虫を捕まえてきましたよ。どうもシュンズ TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ピノキオがシュンズ TV の部屋に来てくれました。そしてピノキオにはとっても大切な仲間がいると。その仲間がどうやら虫みたいなんですけども、私とココちゃんで今から虫探しをしたいと思います。一体どんな虫なんだろう、珍しいって言ってましたけども。ちょっとさ早く見つけようよ、ピノキオの仲間の虫をさ。そうだね、ココちゃん、やる気満々でございますね。よし、早速虫をって。ちょっとココちゃん、砂場で遊んじゃってるじゃんよ。ちょっとさ、いるよ虫。どこ？ほら、あそこなんか動いてない？マジで？ちょっと待って、ココちゃんどこ？ちょっとさ、行ってきて。僕は砂場で遊んでるからさ。いや、まったくもう虫を一緒に探しに来たんでしょ。いや、どこ？ココちゃんがなんか言っていましたけども、全然どこだかわからないですね。正直言って虫って結構小さいので、こういう茂みの中に入っていったりするんですよね。どこだ？ピノキオがすごく大切にしていると言っていた虫さんが本当にどこにいるかわからないんですけども、ココちゃんどこで見たの？ちょっと待ってください。いた、これ何の虫、ちょっと私詳しくないから教えてください。あれは何虫なんですか？ちょっとココちゃん、ちょっとさ、よし僕捕まえるよ。うわー、ココちゃん捕まえてくれるの？ありがとう。ちょっと今ここにね。あれ、どこ行った？ちょっと待って、本当だ。うわー、くそ、茂みの中に入っちゃった。今確かにそこにいましたけども。ちょっとさ、もうどうしてだよさ、ちょっとまた出てきたら教えてくんない？あー、ちょっとココちゃん、また砂場に行っちゃうの？いや、くっそ、すぐに捕まえればよかったのかな。いや、どこだ、私正直ちょっと虫とか苦手なので。いや、逃げられちゃったか。でもあれがピノキオの仲間だとはちょっと思えないんですよね。なんかクモなのかな、カブトムシなのかな、よく分かんなかったですけどね。いや、ココちゃんやっぱり公園にはいろんな虫がいるから、何を探したらいいのかが分からない時点で難しいと思うので、一回家に帰ってピノキオに聞いてみたいと思います。その大切な虫がどんな虫なのかね。じゃあさ、僕はここに残るよ。一人で虫探してるからさ。協力してね。皆さん、セレモニーさんに代わってもらって私は帰ってきました。さすがにココちゃん一人で虫探しは危ないので、セレモニーさんに見てもらっています。そしてですね、帰ってきたらピノキオが何かをやってるんですよ。これは一体？ちょっとおもちゃの皆さん、ピノキオに向かってトゥイッチが話しかけているように見えるんですけども、トゥイッチはトイストーリールームの中にいる唯一の虫でございます。ベンソンとジョンソン、トゥイッチがピノキオにどんな虫なのかを聞いている。そしたらコオロギだそうだ。コオロギ？そうか、ピノキオが大切にしている仲間の虫ってコオロギだったんですね。いやー、でも待ってくださいよ、コオロギを探すのなんて大変ですよ。だってすごく小さいわけですからね。で、電話だ。セレモニーさんからです。ちょっと出てみますね。はい。あ、もしもし、しゅんさん、ちょっと聞いてよ。ココちゃんがついに見つけたわよ、珍しい虫を。なんだかとっても大きいコオロギみたいな感じね。今からこれを持って帰るわ。マジですか？わかりました。ありがとうございます。いやー、皆さんついに見つけましたよ、ココちゃんが。さすがですね。ちょっと帰りを待ちたいと思います。ママ。いやー、今玄関のガチャンって音聞こえましたけども、もしかしたらココちゃん帰ってきたのかな。一体どんな虫を見つけてきたんでしょうか。よいしょと。おココちゃん、おかえり。よっ、ただいま。大変だったよ、ほんとさ。ちょっと待って、ココちゃん、背中に何あんのそれ。これ虫だよ。虫さんをバッグに入れたんだ。バッグに入れたんだ。ところでさ、ココちゃん見せてよ、公園で捕まえた珍しい虫。どうしよっかな。じゃあさ、お菓子と交換ね。お菓子と交換ってずるいな、ココちゃん。でも確かにココちゃんは頑張って虫さんを探してくれたんだよね。わかった、じゃあお菓子1個あげるから、その後ろのやつちょうだい。いい？やってやって、はい、いいよ、取っていいよ。
いやー、ちょっと楽しみだな。ココちゃん撮るよ。一体、うん、ちょっと待って、これ帽子、帽子かぶってる。ココちゃん、公園で見つけたなんか虫って、ちょっと待ってくださいよ。これ絶対にピノキオの仲間じゃないですよ。これ元あった場所に返してきて。これなんかよくわからない虫だけどさ。ちょっと本当？ごめんね、間違えちゃったかな。ピノキオくん、これ違うの？違うよね、ピノキオ。ごめん、本当に。ココちゃんが間違えてこれを連れてきちゃったみたいなので。あー、シュンさん。スマイリーロックさん。ピノキオが言ってますよ。見つけてくれてありがとうとね。ええちょっと待ってください。じゃあ、これが本当にピノキオの大切な虫なんですか？そうみたいじゃな。これはジミニークリケットといって、ピノキオを大切に思う良きパートナーじゃな。ええそうだったんだ、ピノキオ。じゃあこれが探していた虫。それにこのジミニークリケットは何て言ってますか？学校に行ったっきり戻ってこないから、ゼペットじいさんが心配して家で待ってると言ってますよ。でもジミニークリケットも帰り方がわからなくなって、公園でさまよってたらココちゃんに捕まったらしいんじゃよ。皆さん、ココちゃんが見つけたこのジミニークリケットという大変珍しいコオロギの存在は内緒にしていてくださいね。それにココちゃん、本当に見つけてくれてありがとう。今現在なぜかジョンソンを背中に背負っていますけども。いや、だってさ、このジョンソンくんとっても可愛いんだもん。よし、今から一緒におままごとしよう。とても最高な気分だ。ということでですね、皆さん、ピノキオとジミニークリケットのために、何としてでも帰り道をいろいろ調べてあげたいと思います。我々トイストーリールームの仲間たちで協力すればすぐに見つかると思いますのでね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。みんな、あの虫探しってとっても楽しいよね。ママ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね。ピノキオとジミニークリケットを道に迷わせたのはこの私だぞ。学校に向かおうとしたピノキオの目の前にスクリーンロケーションを映し出し、わざとどこだかわからないように迷わせてやったのだ。ロッツォにお願いです。デジモンを仲間にしてください。めちゃくちゃ強いですよ。何を言っているのかね。私は今回ので絶対にシュンズ TV を潰すことができるという自信があるぞ。なぜなら私の本当に洗脳したかった仲間はまだ登場していない。明日にでも本格的に攻めさせるとするかな。ロッツォ質問、おもちゃを売るのはどう思いますか？ああ、いいじゃないか。人間どもおもちゃをすべて手放せ、人とおもちゃが関わることのない素晴らしい世界を作ろうではないか。私、おもちゃ捨てないもん。ああ、その言葉は信用できないぞ。人間はおもちゃを捨てないと綺麗事ばかり言って、必ず最後には捨てるじゃないか。私は傷つくおもちゃが少しでも減るようにシュンズ TV を攻撃しているのだ。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。